あ、もういきなり始まんのね。花咲。八神。うん。覚悟はいいだろうな。うん。心配してたね、彼女。ああ、もちろんだ。名前忘れたけども。だが、ボマ、一つ確認しておくが、俺が言ったらお前は俺に従うんだな。そう。無論だ。ルールは絶対、勝った方が偉い。それは変わらねえ。わかった。よし、わかった。うん。おっしゃ、見てろよ、てめえら。今宵もド派手な花火咲かせてやるぜ。やけに彩る刹那の花火、俺様は自分自身の命をまばたき、サーキットで炸裂するビッグバーン。失礼いたしました。玉やちゃうね。俺様の花火に用意しれろ、野郎ども。玉や。俺にない音域の声やったわ。うん、はい。うん、相変わらず騒がしい野郎だぜ。おったんかよ、お前、スオー。いまいち花ないよな、スオーくん。花というか、何、なんか東京リベンジャーズでいうマイキー的ななんていう感じないよな。なんか雰囲気とか、そういう感じに、あ、レッツゴー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 レッツゴー。まずはこれ倒さなあかんねんな。オッケー、ガードしてきた。さあ、ああ、ガードはできんねんけどな。さあ、あと1個残ってるね、こっちは。ああ、いけそうやな。あー、おし、最後ブスト、オッケー、あれやばい、オッケー、まあ、勝ったわ。勝った、特に見どころなく一回も当たらんかった、お前の。ん、なに、え、勝ったで。あー、ほん、リトライ。よし、バカな。うん、勝ったぞ。やがり、あの野郎。あの野郎ってなんやねん。偽マイキーめ。ウィーン、ああいう演出だね、ボス戦は。へえ、やった、7万ももらえた。同じこと前言った気するけど。やった、よし。お前は彼女のとこ行け。うん、大事な彼女おんのに暴走族なんかやめろ。なあ、約束だ、お前は俺に従う。俺の言うことは何でも聞く、いいな。うん、ああ、ルールには従うぜ。今日から俺様たちバコンライリーはあんたの部下だ、ヤガミ。勝った。一夜にしてや、さすがにあれか。さすが、俺から一つお前に命令したいことがある、うん、なんだ、何でも言えよ。今日で暴走族をやめるんだ。なんだ、はぁ。なんだ、バコンライリーのヘッドは二人もいらねえってことだよ。なんじゃと。嘘だろな、ヤガミ、考え直せねえか。俺様はレースを続けてんだ。今宵の火花を咲かせ続けてんだよ。なあ、ああ、全て日和さんのためなんだろ。うん、日和さんやったな。どうしてそれを。花咲、一人の日和さんのことをこのままでいいのか。お前が族を続けたままじゃあの子と別れることになるんだろ。やがり、うん、せっかくいい子を見つけてんから俺様を任せたのか。だから、ああ、そうよ。花咲、日和さんを迎えに行ってやれ。お迎えに行け。スーツ着てな、髪も黒く染めて、そのなんか目のとこ眉毛のやつも全部抜いて、うん、その肩のやつ、そんな肩のやつあったら腕組めへんやろ、花咲。そうは言ってもよ。ダメだ、それはできねえ。ん、できない、どうしてだ。ん、そうは言ってもよって。やがみ、実を言うとよ、本当は俺様自信がねえんだ、自信。はあ、花火師でもなんでもねえ、学もねえホームレスの俺様が日和さんを幸せにしていく自信がよ、うん、もう話したく。どうすりゃいい。親から感動され暴走族のヘッドも失って俺様にはもう何もねえんだ。ダメなんだよ俺様よ。普通でいいんじゃないのなあ。そんなことないよ。お、瀬山さん、何もないだって。そんなはずないよ。この人音声あったんや。素晴らしい花火を作る才能があるんだから。阿呉山さん、瀬山のおっちゃん、純平君、君の才能は本物だ。その才能は暴走行為のためなんかじゃなく、みんなを楽しませるために使うべきだよ。うん、だがよ、瀬山のおっちゃん、俺様は実家を感動されちまったんだ。花火師になんてもうなれねえんだよ。純平君、実は今日八神さんが君に挑むと聞いて、僕もいろいろと準備をしてきたんだ。お、何してた、準備。純平君の才能は本物、そうですよね、あれお父さん。
お父さん来てる？何この対面番組。おやじ。何やねんこの対面番組。から何度も順平あいつ今どうしてるやん。順平くんの感動を解いてあげられないかってね、うん、でもお父さん頑固者だ。堅くなにうんと言ってくれなかった。親子似てんな。だけど今夜純平くんがとても手強い相手と命がけのレースをするって聞いたら、そんな命かけてた感じないけど、来てくれたんだよ。ああですよねお父さん。うん、このすっとこどっこいが、どういう意味だそれ。くだらん競争なんかに使いやがってよ。すっとこどっこいって、すまねえ親父。謝るんや謝るんや。ええ子やん純平くん。お父さんは驚いてたよ。純平くんの打ち上げる花火を見て、すごい技術を使ってるそうじゃないか。ですよねお父さん。まあ綺麗やったな。よ太郎が、あんなもんはな、やかましいだけのどんちゃん騒ぎだ。トドロキを思い出すわ。本当の気持ちを伝えてあげてください。頑固親父、これが最後のチャンスかもしれませんよ。うん、ペラボーミー、俺の気持ちだ。告白しろよ。てめえの気持ちなんだ口にしねえんだよ。なんか言い出したぞ。お父さん、言葉にしないと伝わりませんよ。めっちゃ言われる。言ってあげてください。めっちゃ言われてる。ああ、言っちゃえよ。まあ言っちゃえよ。では驚いちゃいねえようだな。ツンデレジジイめ。お父さん、さっきはあいつはすげえ、俺以上だって言ってましたよね。全部言うやん瀬山さん。てめえ瀬山、そのことは。おい、何見せられてんねん。親父がそんなことを。そうなのか親父。何見せられてんねん俺今。お前の花火には魂がこもってやがった。てめえの伝えたい思いが爆発してやがった。ほう、あれはまあ、なんつうか、その、まあ、日和さんのためやけどな。したもんだったぜ親父。え、泣かせようとしてる。俺泣くよこういうの。お父さんおらんけど。つまらん喧嘩なんかだよ。お父さんおらん。が回ったみたいだぜ。憧れからこういうの弱いよ俺。純平くん、君も親父さんに言いたいことがあるんじゃない？ん？親父、俺様には幸せにして。とりあえず俺様って一人称やめろ。俺様の花火を使ってよ。だから親父。なんつう格好してんの。あ、この通りだ。族からは足洗って真面目に生きるから、俺様にもう一度花火を教えてくれ。真面目にふざけ、お願いします。変なワンピース。クソお世話になりましたみたいな。まああれお別れの言葉やけどさ。まあお前がそこまで言うなら考えてやらねえこともねえけどよ。それじゃあ俺様の感動を解いてくれるのか。当たり前だ。この当変僕がすべこを言わずにちょっとと戻ってきやがれ。おやじ、おやじ、おお、拍手しとく。あー、抱きついてる。痛いやろ、刺さるやろ何かが。よかったな花咲。めっちゃお父さん顔、あー泣いちゃう泣いちゃう。あかんあかん、泣いちゃう泣いちゃう。あー、アピールレベル5だった。ダンス部進めれるこれで。あー、まあ当分暴走族やるけど。うん、ヤガミ世話になったな。ヤガミ、おう、達者だね。それとヒロリさんによろしく。ああ、いや、爆音雷竜のみんなのことはヤガミ頼むぜ。ああ、うん、どうした。やってくれるぜ。やられたぜヤガミ。まさか花咲をやめさせちまうなんてよ。、うん、それも花咲の声を叶えてやめるにやめさせるだ。ヤガミ、お前どんだけよしなんだな。おいなあ、文句はないな。ルールは絶対だ。文句はね、それに花咲が望むなら止めやしね。そうか、返してきなのあるんかと思ったわ。なあ、最後に俺様にとっておき見てもらっていいか。なんだって、とっておき。お、いざって止めにとっておいたのよ。何が目がやばいねんってお前。お、目やめなさい。目、ひよりさん引くよ、はい、お前何よ。ひよりちゃん、これが俺様の思いだ。うん、
お、すごい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 、いいねええやん、ふ、お前ってやつは本当にロマンチックなやつだな。うん、なんかええやんそれは。うん、あれでもその距離やとみんなかかるんじゃね。はい、あつつって、あちちっていうオチないやん。なんかもらったし、バイクいいの、多分花咲の形見やろ。ありがとう花咲、さらば花咲、また会う日まで花咲さあ、うん、なあ、おう、そういえばや、朝間、今日はレイジエンジェルスの連中が来てるんだって。何それ。なあ、ああ、普段は湘南海岸沿いを飛ばしてるんだがな、多分ヤガメッチと勝負するために須藤さんに呼び出されたんだ。へえ。なあ、なあ、そいつらどんな連中なんだ。レイジエンジェルス、ね、レイジエンジェルス、うん、女だけでこうす、あ、そうなんや、レディースの連中。はあ、レディースなのか。ヘッドはどんなやつ。南川里奈さんっていう最強、最高にまぶい女だぜ。うん、だがちょっと頭のネジが外れててな。あの人は、ああ、リナさんは死ぬのが怖くねえらしい。レースとは死神との接吻なんだとよ何、ビジュアル系バンド、は、死神との接吻、死ぬことを恐れねえってか、死ぬために走ってるようにさえ見えるらしい。へえ。なんでも極限のレースの中で命を落としてこそレースのたちの天国バルハラに行くことができる。やばいやつやん、そう考えてるそうだぜ。確かに頭のネジが何本か外れてんだ。ヤガミッチ、そうだな、ヤガミッチ、そうだぜヤガミッチ。あの女どもに完全、あの女どもは完全にイカれちまってる。あんな連中と走ったら一夜でおだぶつだぜ。お、あ、そうな、まあまあ、お、エセ北斗の剣みたいなやつ来た、またあ、まあ戦闘がリナさんなんやろな。レイジーエンジェルズヘッド、皆川リナまぶいか、はい、やっぱりビジュアル系バンドか。トレードリーグが始まるぜ。巨乳ってことは分かった。こいつは死にゆくレーサーたちに捧げるデッサン化粧を変えたら可愛くなりそうやな。パンクが生かしたレクイエムだぜ。あ、そうな、うん、花火の次は音かい。うるせえ。私たちはレイジーエンジェルス、バルハラから落ちた悲しき天使たちだよ。うん、悪魔に見えるけどね。ぶっ飛ばしていこうぜ。悪魔やないか。イエーイ、イエーがいまいち乗ってないねイエーがめっちゃ棒や、イエーイ。サンシャイン池崎見習え。爆音雷流の花咲をやったんだってね。やるじゃん。寒くない、その学校。幸せなやつだよ、レースで死ねるなんてさ。キャハテ、ね、引退に追い込んだだけだ。まあ、ある意味殺したな。引退だって、聞いたかい、みんな、こりゃ傑作だね。みんなお腹出てんねんな、寒ないんか。レース引退しちまったら、あとは醜く置いて死ぬのを待つだけだよ。地獄に落ちたってエンマ様に門前払いされるだろうさ。何がおもろいね、何なんだこいつら。皆川、やるならさっさと始めようぜ。最初の相手はどいつだ。誰、ラブホ、ラブホ、イケメンだ、イケメンと神獣だ。怖い、神獣だと、怖い。ヤガミッチ、それがレイジーエンジェルズの世界観だ。世界観って何やねん。奴らにとってレースで死ぬことは誇り高きものなんだ。おう、レースで死ねばレーサーたちの天国バルハラに行けるって考えてるようだからな。全然意味が分からへん。わけが分からねえ。まだ爆音の人らおんねんやてかそっか、まあ、下についただけなんか。選ばれたらしいぜ。お、大変なことになっちまったな。一言やと思って。いい男だね。飛ばしていくぜ、天国に向かってよ、イケメン。うるさいわ、勘弁してくれよすごい顔してる全てを哀れんだ顔したんないわ、あんまり。お前、女の子に向かって、これ女の子吹っ飛ばしていくん、何ゲー何のゲーム。バイクは、バイクはあいつの下がり、名前も忘れてしまった。あ、これ攻撃されてこへんのかな次は。まあとりあえず行こうか。あ、音で攻撃みたいな、なるほどね。まあとりあえずドン、おい、なんか飛ばしてきてんな。
さあ終わりかな。オッケー終わった。ああ終わった終わった。買った買った。28,000。あ、そんなにもらえんねや、ありがとう。意外にもらえるもんやねんな。まあこれはいつもなんやな。うん、はい、お疲れさん。みんなお出迎えをご苦労さん、ありがとうな。よし、うん、まあ中途半端にしか期待強くしてないけど。う、嘘だろあたいが、うん、ラブラブラブホ、何やったっけ。おへそ寒いやろ、出してたら。早いつか偉い、お前もルールには従うな。ああ、好きに命令しな。今日からあたいはあんたの女だよ。いや遠慮します。あ、でも黙ってたら可愛いかもしれん。だったら命令だ。もう危険なレスワーから足を洗え、死のうだなんて思うんじゃない。勘弁してくれよ。そう、そりゃつまり私に生きろってのかい。そんなこの残酷な世界を、うん、生きてるやろお前今。お前の力で生き抜いてみろ。人生はデスレースなんかよりずっとスリリングだぞ。デスレースよりスリリング。つまり人生という名のデスレース、それを走り切ってこそ天国に行ける、そういうことかよう分からんけど。ああそ、もうそれでいい。めんどくさくなるな途中で。そうか分かったよ。そうと分かったらこうしちゃいられねえ。ん、人生という名のデスレース出発するぜ。ヒャッハー。あんま勝ってへん気がするけど、どっか行っちゃったよ。バカなやつだよ。よし、これで一人。うん、何人倒せばいいんやろこれ。うん、お、戻ってきたな。次も瀬山さんパートか、これは。誰、なんか来たな。ん、八神さん。誰、ん、あ、どなた。花咲です。バク、え、花咲。え、え、花咲ってあのボマー。え、おじさんやないか、ただの。はいはい、岡崎体育みたいな顔してんの。なんかお前随分と変わったな。定時制の高校に入ったんです。あ、そうなんや。あれ、それ制服。立派な花火師になるため心を入れ替えて勉強と修行に邁進する毎日です。ほう、そうか、それよかった。ところで日和さんとは。はい、お付き合いさせていただいております。日和さんのご両親さんからもご許可をいただきまして。おう、おめでとう。なんかまたおじさん来たんかと思った。ヤムさんのおかげであります。ところで、そういえば花咲、お前に聞きたいことがあるんだ。何、レイジエンジェルスの皆川リーナについて教えてくれないか。今あいつとレースにことにすることになってさ、今度。そうですか、八神さん、ついにリーナのやつと。わかりました、知ってること何でも話します。おう、あ、腹減ったんかいな。すいません、何も食ってないもんで。よし、飯でも食いながら話すか。うん、ありがとうございます。はい、ごちになります。うん。そっか、こいつまだ17、8なんか。16、17ぐらいなんや。松井たちと同じ年ぐらいやねんな。松井どうしてんねやろ、そういえば。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ラーメン屋か、いつかの。お、せっかくだからメイドインヘブンについてあれこれ聞いてみるか。うん、はあ、スオについて知りたい。あいつはどんなやつなんだ。スオはなんていうか、ただ速いだけじゃないんです。あいつはスリルを心から楽しんでるんです。うん、楽しんでるデスレースを。あの人にとって道路は多分遊び場なんです。命を使った遊戯を楽しむための。遊び場ね、怖くないのかな。いえいえ、怖いから言いそうです。極限の状況の中で恐怖台までも乗りこなす、打ち勝つ、その先こそ天国があるそうで。うん、うん、天国。はいはい、多分スオーだけに見える世界があるんです。実際走ってる最中はスオーをトップだとかバランスだとか自然現象さえも味方につけちまうように見えて、走ってるスオーを中心に世界の法則が変わっちまうように感じるんです。なるほど、それがスオーの言う天国か。だから一緒に走ってる俺らもサイコニックスタイとしてスオーと走ってる時間をぶっ飛ぶと言いましょうか。うん、
タンコロと俺、そして道路までも一体になって溶け合っていくような感覚を味わえるんです。なんかやばい薬やってる、うん、スオのカリスマ性の正体なのかもの、うん、うえさあ、皆川里奈について、レイジーエンジェルスの皆川里奈、うん、やつはメンバーにレースで死ぬことで走り屋たちの天国に行けるだとか説いてるんだって。はい、なかなかやばい話よな。そうなんです。だから死ぬことを恐れてない、それどころか望んでさえもいる。最高のレースと最高の相手と最高のレースを広げ、最高のエクスタシーを感じることで天国への扉は開かれる。リナはそんなこと語ってましたね。文字通りレースの中で死ねってことか。相当やべえ考えだな。はい、スオは恐怖と向き合い乗りこなしてるんですが、リナは違う。そもそも恐怖なんて感じちゃいないんです。ほう、だから技術は未熟でも強い。なるほど、未熟なんや。痛みを知らない子供みたいに無邪気に無茶にサーキット走ることができるんですよ。うーん、知らんからこその恐怖か。気が重いな、そんなやつに勝たなきゃいけないのか。ネジ外れてるやつが一番怖いもんな。スオが壮大になった夜のことを教えてくれるか。風紀員として単身直談判に来たらしいが、うん、はい、大人数の族の前に見事に単価を切るスオの度胸に当時の総大の赤塚さんが興味を持ちましてね、うん、スオに勝負を持ちかけたんです。レースに俺に勝ったら、清涼の生徒を族から抜けさせてやると。結果はスオの圧勝、一夜にして総大になっちゃいました。なんか頭切ってか、なんかが切れてたんかな、てかレースの才能があったんかで、何かがあったんかな。はい、うん、そういうことでしょ。で、層の中で何かが変わったやろな。眠れる獅子、うん、起こしまったんです。うん、スワのやつ、レースで走り屋の本能が、うん、目覚めちまったらしくてね。なるほどね。やっぱりそうか。バックオンライリューやレイジーエンジェルスのヘッドを次々とレースに挑むメイドインヘブンを統一しちまったんです。なるほどね。風紀の鬼なんて言われてたようなやつが、一晩でそんなに変わるものなのか、どうも不可解だな。まあ、なんかあるんじゃない。聞きたいことは以上だ。うん。花咲、ありがとうな。いろいろと分かったよ。うん、ありがとうな。あれ、エビチリか、でっかい皿。ラーメンと。ラーメンもでかかったけど。うん。花咲、今後、今日、情報提供ありがとうな。いえ、いいってもんです。八神さんのためっすから。うん。レースの練習するなら付き合いますんで、声かけてください。あ、やってくれんの？ああ、頼むよ。花咲、ありがとうな。それじゃ俺、これから日和ちゃんとデートなんで、こんな夜に？ええんか、お前。お父さんに怒られんぞ。まあ頑張れよ。応援するわ、花咲のことは。結構好きやし。本当に変わったな、あいつ。うん、さあ最後やな、これで。バルハラ、あ、暴速追放ストップ騒音公害、あ、なんやこの人ら。暴走族は出ていけ。真相団は社会のゴミ。真相団ってそういえば言われてんな。一日中から追放しろ。なんだあいつら。なあ、暴走族はやめさせる会だよ。あ、そうなんや。だけどあいつら非行少年への呼びかけと対話がモットーとしてるんだよな。そりゃそうなんだけど、最近過激な連中もいてさ、瀬山のおっちゃんと意見が合わないみたいで。あれ、後ろなんかヤンキーみたいなもんな。ん？こいつら何言っても俺らに手出さないらしいで、ストレス解消に使おうぜ。ビール飲んでるやん。お、そりゃいいね。え？いた、あ、いって、てめえら調子に乗りやがってぶっ殺してやるよ。おう、あれ、バカ野郎、仇に手出すんじゃねえ、しょっぴかれんぞ。おう、あれ、あ、こいつか、こいつ主導なんや。あの人は確か暴走族をやめさせる会副代表の。町に救うドブネズミどもだ。市民に噛みつかなきゃ駆除されないと学習したか。大月さんだったっけ。あんた必死だな、公約掲げたもんな。偉人町の暴走族を撲滅するだっけ。うん、おー、政治を理解するドブネズミがいたのか。驚きのシーンからな。捕まえて解剖してみるかな、こいつ。てめえ、お、あれ、あ、瀬山さん。やめなさい。ちょ、何やってるんだ、大月さん。やめるんだ。
市民や彼らの存在迷惑被ってるんです。悠長に対話など呼びかけてる場合じゃない。まあその気持ちもわからんでもないけどさ。どうすんだ。とにかく今日のところは引き下がってくれ。このままじゃ全て台無しだ。わかりましたよ。みんな行きましょう。こいつでも政治家がこれやるって問題あるけどな。普通にこのやり方は。瀬山さんはいい人なんかもな。大月がちょっとめんどくさいパターンか。メイドインヘブンも辞めさせる会も一枚岩ではないようだな。うん、火種にならないといいが。ごめん飛ばしちゃったわ。お？八神様。はじめまして八神様。お？あれなんか可愛い子が。あ？お前まさか次の相手じゃないだろうな。そのまさかです。私はレイジエンジェルスの幹部にして皆川美馬さんのパトロン。清涼院チャチャコですわ。チャチャコ？チャチャコ？お茶子ちゃんみたいな。ヒロアカのパトロンどういうことだ？私リナ様の数奇な感銘を受け資産的な援助をさせていただいているのです。へえ、はあ、物好きな子ったな。てかあんた、暴走行為に興じるような女の子には見えないが、うん、一番興奮するパターン上流階級の生まれですもの。ですからこれまで何不自由ない生活を送ってきました。何不自由ないということ、それは私に欠落がないということ、つまり欲するものが何もないということ。うん、その生活は私にとってとても退屈なものだったのです。感謝しますわ。リラ様はその退屈な日常を脱する手段を与えてくれたこのデスレース、このそれがこのデスレースですの。お嬢様には刺激が強すぎる。お家に帰ってティータイムでも楽しんだ方がいいんじゃないか。ティータイムですって。お、え、何脱ぐの、え、どうやってどうやってそうなった。ああ、にそうだ、調子飲んでねえぞクソが。やっぱ女の子ってやるする格好って大事やな。え、おティータイムだの習い事ならこっちではケツの青いガキの頃から続けてよ。飽き飽きしてんだ。命の取り合いだ。私が求めてんのはよ。あ、分かった、いいだろう、相手してやるよ。お前に勝って命の無駄しようだなんて考えを改めさせてやる。ヤガミー、かわいいヤガミーっていう声がかわいいほのぼのしちゃうね。さあこれで終わりかな。おう、終わった終わったはいはい、勝った。これあんまゲームのあれ何作り上というかあれ上圧勝はできんっぽいなどうしても僅差になっちゃうというか、圧勝できる方法あんのかね。まあ、勝てたらええねんけど、一応フル装備やし上げれる、うん、これで勝てんかったら勝たれへんもん。俺が上手くならんかったら、うん、なんというこの私が敗れたまあまあ、あれどうしたん。リナ様、私はなんと愚かなのでしょう。私の走り屋の神様に見捨てられてしまったのでしょうか。どこに言ってんのリナ様、死んだんかおうなあ、たかがレースで負けたぐらいに命取られたみたいに言ってんなよ。え？え？いいか、レイジーレンジェルスの数奇がなんだか知らねえが、お前の人生の競技はお前が作っていくんだよ。私が？でもそんなことを知ら走り屋の神様の罰が。神は死んだ。何言ってんの？何言ってんのお前？神は死んだ？ああ、そうだ。だから俺たちは自分の足で歩いていかなきゃならないそうだ。お前には立派な足があるじゃねえか。この人生という名の神なき荒野をな、前に何かの本で読んだ。何それ。そうかもしれませんわね。ならばあなたのその言葉に従ってみるのもまた一興、うん、天界の門The world is mine ですわ。どういうこと、世界は私のもの。まあまあまあ、そんぐらいのあれで言った方が良さそうやけど、案外と単純なやつだな、うん。だがこれで3人、おう、あれ、あーあー、音攻撃が、音爆弾がああ大丈夫、かっこいいなそのバイク。横のやついらんけど、よくもうちの幹部3人をやってくれたね。今はっきりしたよ。
あんた展開を脅かすサタンの使いだ。サタンって総括は？あ？次のより私はてめえをレースで下す。さすれば展開への門は開かれるだろう。オープンザヘブンズ。何言ってるか分かんないですよく。おお、化粧外した姿見れんのかね。あ、てかバン止まってるやん後ろで。あ、車の運転手もおんねや。俺と勝負する、そういうことでいいのかい。ああ、私のケツを拝ましてやるぞ。やったー、よっしゃ。うん、やろうか。はい、戻ってきたか。あ、瀬山さん。矢上さん、こんばんは。矢上さん、レースの方順調みたいですね。瀬山さん、次は皆川里奈とのレースです。皆川里奈ちゃんですか。あの子は危険ですね。紫レイジがいなくなってから誰も彼女を止めることができません。紫レイジ1代目の総代ですね。リナちゃん昔から無茶する子だったんですが、レイジの言うことだけは素直に聞いていたんです。彼女の他にメールヘブンの子たちを同様、いえそれ以上に紫レイジをリスペクトしていましたから。おー、まるでそう、神のように。おー、神ですか。おー、みなかりについて瀬山さんに話を聞いてみるか。聞いとこうか、とりあえず。うん、紫レイジ、彼は不良、うん、言ってたね。はいはいはい、なんなん、僕が思うに。そうですね、度胸、誠実さ、賢さ、腕っぷしの強さ、レイジは少年たちが憧れる要素を兼ね備えていました。うん、おそらくは、おそらくそういったものを不良たちを吹きつけたんだと思います。なるほどな。つまり皆川里奈もそんな紫レイジに引きつけられた一人だったんですか。ええ、はい。ただ他の子に比べてもとりわけ彼女はレイジに尊敬していたようです。なるほどね。彼女のレイジに対する思いはもう信仰心に近いようなも近いものだったと思います。うん、信仰心ですか。なるほどね。ですからレイジが自己死した後も彼女の目には神聖なる出来事と映ったようです。なるほどね。どういうこと。なるほどねって言ったけど、リナちゃんが言ってました。レイジはレース中に命を落とすことによって神になったんだって、はあ、やばい考え方やな。将来変な宗教にハマるタイプやろ。なんでまたそんなぶっ飛んだ考えに立ったんでしょう。それは分かりません。レイジは死ぬ前はあんなぶっ飛んだ女の子じゃなかったんですがね。あ、そうなんや。ただ少なくともレイジはリナちゃんにデスルースを続けてほしいと思ってなかったはずです。だってレイジは僕と約束してくれたんですから。何、メイドインヘブンを解散すると。あ、そうなん。どういうことですか、メイドインヘブンの解散。実を言いますと僕交通課に何度も何度もレイジを説得しちゃうの。命がけのデスレースなんてやめてくれって。最初はなかなか聞き入れてくれなかったんですかね。ある日メンバーの大怪我を負いました。はあ、それでようやく聞き入れてくれたんですよ。なるほどね。おっちゃん、いうことようやく分かった気がするよ。俺はもう仲間を死にかける姿なのか見たくねえ。この感じやとヘルメットのやつレイジじゃないか。だから死に向かって走るんじゃない、明日に向かって走っていくべき、そう思うんだ。解散だ。くせ山のおっちゃん、俺決めたよ、メイドインヘブンは解散する。それって紫レイジが誓ったというんですか、メイドインヘブンの解散を。ええ、あのまま何事もなければ実現していたはずなんですが、ですが、はあ、その翌日の夜彼は、交通課の車とチェイスし帰らぬ人となってしまいました。くしくもやな。じゃ あ交通課の車が原因でって、なんか、メイドインヘブンの他のメンバーは紫レイジの意思を知らないんですか。いいえ、何度か話したんですが信じてくれないんです。まあな、特に副代表の赤塚なんかなんてその話を聞いて怒り浸透してて、レイジがチームを解散させるわけがねえ、俺たちは家族みたいなもんだんなってね。母、怒った時の赤塚くんに半殺しにされかけましたよ。以来その話はしてません。なるほど、そうだったんですか。解散ね。矢上さん、どうかお願いします。皆川里奈にそう言う、まあレイジの意思を知らずデスレースを興じる彼らを更生させてやってほしい。このままでは彼らは遠からず大きな事故で命を落としてしまうかもしれません。はい、そのつもりです。そのためにメイドインヘブンに入ったんですから。あ、もう言っちゃってるやん。言っちゃってたっけ。おう、さあリナちゃんと、なんで矢神だけ食らってんの。ぐ、相変わらずすげえ音だ。おう、
リナちゃんとバン。ハイエースでいいんあれ。トキメカハートはエンジンビート、恋した相手はアスファルト、ファーストキッスは死の味さ。何それレッツゴーバルファラ、カモンエンジェルズ、あの世まで飛ばしていこうぜ。お、ちょっとサンシャイン池崎寄りになったやん顔が。うん、5年後恥ずかしくなんねやろなこれ。ヤガミ、てめえの魂の最後を輝きまでレースに捧げろ。サーキットでの崇高な死こそが神へ至る、神へと至るロードなのさ。生きて戻るんだ俺もお前も。冷静やわヤガミくん、アマちゃんめ。行くぞエンジェルズ。エンジェルズ、よっしゃ、じゃあ行こうか。おー、バイクね、いくらぐらいすんねやろこういうの。え、こいつらも一緒に走るのか。もちろんだぜ、こいつらは固有のセレモニーを盛り上げる伴奏、配奏者にして伴奏者だ。それどうすんの、エレキギター。グオー、うるせえ。一番近所迷惑なんこの子なんちゃう。こんなの練習に食らったらただじゃ済まねえな。お、気ぃつけよ、みんな食らってる。なんでエンジェルスのみんなは大丈夫なの。なんであれで騒げるの、クラブ行き慣れてんの。さあレイジエンジェルス、リナ、あ、行こうか。顔白いな今見たら。飯食ってるか、日光当たってるか。行こうか。まあとりあえずこれはもう倒さなしゃあないから倒していこう。さあデスレス開始。あー、あんまりでも距離、おーおーおー、あれ防ぎ切ったんでかないか俺。意外に。あー、でもこれ溜まってるな、ブースター溜まってる時使っていこう。あー、距離離す、あんまり離す意味あるか分からんけど、これ。オッケー。よーし。あの、あっこに入らんように。あー、くそ、食らっちゃったわ。くっそ。あー。まあ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 、普通に走ってたらでも追いつけると思うねんな。さあ、くれ。あー、あかんわ、くれ。オッケー、いいね。あー、でも結構まだ距離あるな、ここまで、ゴールまで。さあ、これで終わるか、最後、ブーストをかけまくったけど。おう、勝った。ああ、この演出あんのね。うん。どうするん？いい加減、諦めろ！なんで一回ナメプしたん？オーケー、勝った。もうちょい距離開いてたと思うけど。あ、負け、勝った。やった。おう。ウィーン。買った、やった、ありがとう。あれ3万8000しかもらわへんねや。なんで花咲より安い、なんでやろう。おかしいな。あ、落ち込んでる、なんかごめん、うん、俺の勝ちだな。なあ、ルールは絶対俺のことは言う、俺の言うことは聞いてもらう。あれ、おい、どうしたん。ああ、私も続行をやめさせる気かい。ああ、そうかい、分かったよ、チームは抜けるなら、やらなきゃいけないことがあるね。何、あ、何、どうすんの。お、おい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 、行く気か。おい、お前武田鉄矢じゃないねんから、さあ私を連れて行ってくれ、あの人のいる天国にさあ。おいバカ野郎、くれ、あれどうすんの、どうすんの。あ、おお、助けた。あのでも車引く気やったな。わかるやろ、あの距離やと、まだブレーキ。おいおい、何バカなことやってんだ。私にはもう意味がないんだよ、エンジェルスを抜けんなら生きてる意味なんてさ。あれ、もう一回行くん。え、皆川どうしてん。なあ、ねえ八神、私に命令してよ、死ねって。おい、できるか。なあ皆川、どうしてそんなに死に急ぐんだ、うん、
お前レースの中で死ぬことに意味あるって言ってたよな。だがさっきのはただの自殺だ、うん、私はね子供の頃から周りと馴染めなくてさ、小学校の時からずっと不登校だったんだ、うん、何の話ってなるな当然友達なんていやしないねえし、将来の夢なんてありやしねえ、両親もクソみたいなやつらでそんな私を邪魔者扱いさ、うん、生きることが希望なんてありやしねえ、ただ無気力に死ぬのを待つ毎日だったぜ、うん、世界は私にとって灰色だったんだなあ皆がさっきから何をだけどね、あの人が変えてくれたんだよ、うん、紫レイジがね、うん、紫レイジね、ん？レイジは私のって太陽だった、灰色だった私の世界を散々照らしてくれてね、おう、あの人と出会って私は初めて知ったんだよ、生きる喜びか走る喜び、そして人を好きになる喜びをね、ああ恋してたんやな、そうかお前どうしようもない片思いだったんだけどね、あの人のおかげで私の人生は初めて色彩を帯びたんだよ、それなのにまあなあ、何の音、私の太陽沈んじまったんだよ永遠にさ、うん、ご就寝やってんな、あの人死ぬ前に話してたんだ、俺ら死んだらどこ行くんだろうなってさ、うん、ちょうど仲間が事故で大怪我して死にかけて珍しく塩らしくなっててね、うん、リナねえリラン知ってるか、昔北欧のバイキングの連中は信じてたらしい、戦いの最中死んだらバルハラっていう戦士たちの天国に行けるってのは、ああだからそっからやったんよ、バルハラってそういう意味やってんの、だったらさ、もし俺たちがレースの中で死んだら走り屋の天国に行けんのかな、母この言葉が呪いになったってことか、だからレイジーエンジェルスってレイジーって入ってんなそういえばバカな競技をそうやって宗教みたいにしてしまえばさ、本当に叶うような気がしてたんだ、天国に行ける気がしたんだよ、レイジがいる天国にね、なあなあ皆川、その紫レイジって人のこと俺はよく知らないが、少なくともお前が死ぬことなんて望んでなかったはずだぞ、はえ皆川に教えてやろう、紫レイジが伝えられなかった最後の思いを、これ解散の誓い、まあそうやな、解散の誓いしかないな、ああ佐山さんから聞いたんだよ、紫レイジが亡くなる前直前に誓ってたらしい、次のレースを最後にメイドインヘブンを解散させるってな、はあ、解散、ああ、ああ紫レイジは仲間がレースで事故って死にかけた姿を見てそう決意したんだ、なんでレイジがそんなことを、バカな、そんなわけないよ、あの人にとってレースが生き残りだったんだぞ、それがを捨てるんだなんて本当だよ、瀬山さん出てきた、瀬山のおっちゃん君もそう呼ぶのね、僕はねレイジから直接聞いたんだ、だから知ってる、嘘だよそんなの、彼は言ってたよ君のことも、え？あ、言うんやん、リナのやつ、あいつは賢くて器量も良くて俗なんかやってる玉じゃねえよ、看護師になるのが夢らしいんだけどさ、向いてると思うんだよな、リナは優しいから、ああそうなんや、明日に向かって走れ、うん、解散の時リナや他のみんなにそう言ってやるつもりなんだ、うん、そんな、レイジがそんなことを、あ、看護師になる夢を知ってるってことは信憑性出てくるの、うん、ああ大切に思われてたみたいだよ、だってレイジは走るという生きがいを捨ててでも君に希望を持って生きてほしいと願ったんだから、何を思うかやな、リナちゃんが、ううそんなレイジ、そんなこと、皆川、お前が紫レイジを好きだったのならその思いに応えてやることが友達にならないか、ヤガミ、それがあんたの命令か、私に勝ったあんたの、ああそうだ、足に向かって走れ、それが勝者としての俺の命令だ、ヤガミ、お、あれ泣いちゃってるやん、ありがとう、わかったよ、だったら私は生きる、私の自身のために、うん、生かす仕事をしてくれ、人を必死になって生きてくれ、生きてやるよ、レイジが生きられなかった分もね、ああうん、さあ、あ、おる赤塚と、いいのかよ、幹部が2人も脱退しちまったぞ、ルールは絶対だ、
文句はねなんかルールを重んじるとこは変わってないねんな。ブレねえ野郎だ。あ、おるわゴースト馴染むなよお前あんまり。おい、次はゴーストお前らだ。勝てるんだろうな。くだらねえ、心配は無用だ。あいつは俺が殺す。レースでな。おこいつやばそうやな。ふ、頼もしい限りだ。頼もしいんかい。うん、あ、バイクもらった。やった、ありがとう。ありがとうな、アリーナちゃん。しゃ、ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。